米国人の好感度が最も低い国として北朝鮮が選ばれたと、米国 A 放送ボイスオブアメリカが28日報道した。この日 VOA は、A 調査会社ユーガブが発表した米国人が最も好きな国はどこかとのアンケート結果を引用し、米国人の北朝鮮への好感度は195カ国中再開だったと伝えた。 今回の世論調査は7月から10月まで約1700人の米国の成人を対象に実施された。対象者に世界195カ国のそれぞれに対しどのように考えているかを聞き、肯定的、否定的、中立の中から一つを選ぶようにした。調査結果によると、北朝鮮に対する質問に回答者の65%が否定的に考えていると答えた。195カ国中、 否定的な見解の割合が最も高かった。肯定的と答えた割合は13%、中立は17%と集計された。北朝鮮の次に否定的との見解の割合が高かったのはイランで56、56%だった。続いて、イラク、中国、ロシアに対する否定的見解がそれぞれ52%、49%、48%と多かった。また、 世代、性別による北朝鮮に対する好感度にも差が現れた。世代別に見ると、1940年代から1960年代に生まれた世代の北朝鮮に対する好感度は、195角国のうち最も低い195位だった。また、男性は195角国のうち最も低い195位を記録した一方、女性は167位だった。一方、 韓国に対し肯定的に考える回答の割合は48%と集計され、好感度の順位で26位を記録した。米国人の好感度が最も高い国は米国で、2位は回答者の75%が肯定的な見解を示した合衆だった。続いてカナダとアイルランド、英国などの順で好感度が高かった。